皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。ニコンクリエイターズ応援オータムキャンペーンが始まりましたね。あのレンズが、このカメラがっていうところでね、すごく、お安く購入できる、ありがたい、まあ、キャッシュバックのね、キャンペーンというところで購入した後に、まあ、数ヶ月後にね、その金額が戻ってくるので、ちょっとお買い得に買えるから、キャッシュバック自体はすごくいいことなんですが、今回のキャッシュバックはちょっとざわついてますね。そうです。Z6-3 です。Z6 の3型。早ないっていう。しかも金額でかないっていうところで、まあ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 、落ち着いてください。Z6 の3型についての、お話っていうのをしていかないと。後々まあこのカメラ、このレンズがキャッシュバック対象でお買い得だよねとかを話したとて、いや、その前に Z6 の3型どう思ってんっていう、このモヤモヤを一回なんていうの、テーブルの上に出さんと、議題にあげんと、なんかしっくりこないなっていうのが私自身、すごく記事を作ってて思いました。キャッシュバックで今回このレンズがお得で狙い目とか入力しつつ、ちょっと時折キーボードの入力が止まるんですね。いや、やっぱ Z6 の3型触れな、そもそもなんか腑に落ちんよなというところで、今回の動画はキャッシュバックは後々に置いとくので、まずみんなどう思う？ Z6 の3型4万円が3ヶ月半でキャッシュバック対象になりよったでっていう、これは複雑ですよね。もう本当に複雑だと思うし、後々のことを考えると、ニコンさんの新製品に対して我々購入者側が警戒心を持たざるを得ない展開だと思っていると。ただこれは結果論に過ぎないなという思いもあるんです。つまりはその状況だけ見ると、カメラ新しいの出ました、で3ヶ月半後に4万円、まあ、ほぼ 10% キャッシュバックっていう形になりました。で、確かに3ヶ月半先行で利用できたというところはあるけども、思ったより金額がでかくて感情は、複雑だ。でもこれっておそらく、145円150円に円高に多少触れたからであって、もし200円時代があのまま政権とか、日米金利差とかの変化のまあいろいろな複雑な、影響の結果ですけど、もし円安がさらに180円200円にいってたら、まあ、話は変わってただろうなっていうところを含めて、買える時に必要な機材を買うってやっぱり大事やし、それは覚悟が必要なんだなっていうのを、このキャッシュバックで改めて身に染みて、実感したというところを含めて、今回は Z6 の3型キャッシュバックみんなどう思うについて、ちょっと際どいけども、ここを切り込まんとあかんやろというところでお話ししていこうと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、はい、改めまして、じまでございます。早速画面切り替えておりますね。今回も記事作ってきました。ニコンクリエイターズ応援オータムキャンペーン Z6-3、Z6 の3型が発売3ヶ月半で4万円キャッシュバック対象になっちゃったねという話でございます。今回は私もね、まあ、キャッシュバックの喜びと、まあ、正直なところ違和感というものが混ざった、ニコンクリエイターズ応援オータムキャンペーン2024についてでございます。まあ、応援オータムキャンペーン、ニコンクリエイターズって言ってますけど、まあ分かりやすく言うとキャッシュバックですわ。あの携帯電話とかでもね、よく実施される。購入するときには例えば10万円。でも2ヶ月後に申請してもうて条件満たしていたら、必要な書類が全部揃っていたら、2万円返ってくるよ。みたいな、ざっくりですよ。イメージとしてそんな感じでございます。そういった、オータムキャンペーンというか、まあキャッシュバックのね、キャンペーンで最大7万円キャッシュバックっていうものが実施されているんですけども、その実施自体はすごくいいことなんですよ。カメラをね、お買い得に買えるチャンスやっていうところがあるんですが、今回は一つだけ気になるポイントがあったという話です。目次です。1つ目、はじめに。2つ目、みんなの違和感は Z6 の3型ちょっと早くないかと。3つ目、要因を考えてみよう。4つ目、どういった影響があるのか。5つ目、買える時に必要な機材を、買うことはやっぱ大事なのかな。6個目、皆さんはどう思いますかでございます。なのでこの動画で私自身が Z6 の3型が、発売後から3ヶ月半、4ヶ月弱で、4万円キャッシュバック、いわゆる40万のカメラに対して、まあ、4万円やからほぼほぼ 10% キャッシュバックっていうのが、いい
悪いっていう答えは出さないです。あくまで事実としてそういったものがあるよねというところで、それをスルーしながら他の話に持っていくっていうのはなんかちゃうなって、私自身が腑に落ちないなっていうところがありますので、特に答えは断言はしないです。言い悪いとかの話じゃなくて、こういうことになったねを共有していく、でみんなはどう思うの、なんかこのなんていうの、いろんな意見が出会う、みんなの感情を一回テーブルに出そうやっていう動画になります。なのでコメント欄にね、皆さんもあんまメーカーさんとかも見てるかもしれないけど、激しい言葉は使わない方がいいんで、そこはやはりね、大人としてですね、秩序を保った、礼儀正しいですね、ニコニコしながら怒るというね、ところを使ってもらったらと言うんですけど、あるでしょ、スキルとして笑顔で怒るスキルみたいな感じ、あれを使っていただけたらと思います。まずはじめに一つ目ですね、ニコンクリエイターズ応援オータムキャンペーン2024ですけども、対象製品を対象期間内に購入しつつ、対象期限内ですね、締め切りまでに、このまあ言うたら保証書とか納品書とか申請書類っていうのを印刷してね、申請する送るっていうことをすると、相当額、まあそのレンズやったら5000円ですとか1万円ですとか3万円です4万円ですみたいなものが、返ってくるキャッシュバックキャンペーンというものがあります。これは、ニコンに限らず、各メーカー、まあカメラ以外でもね、よくやってるキャッシュバックキャンペーンっていうのがね、まあ言うたら、売り時っていうね、感じで、まあ定期的に私たちのボーナスのタイミングを狙って実施されるものにはなるんですけども、まあカメラ以外のジャンルでも、まあボーナス時期に実施されることが多いと。で、キャッシュバック初登場製品をお得にです、ゲット、ピックアップっていう感じで、書いてらっしゃるんですけど、これがちょっと物議を醸したと、 SNS 上でもちょっと結構ざわついたというところがあって、何を言うかというと Z6 の3型と、ZF、まあ、あとはニコール Z180-600 の F5.6 から 6.3 の VR がキャッシュバックで初登場、この機会にお得に手に入れよう、うん、まあまあ言いたいことはわかると。で、まあ、180-600とかね、 5.6 から 6.3VR が、まあ、キャッシュバック2万円とか、ZF2 万円、40mm の F2 のスペシャルエディションが2万円、さらにね、まあ、ZF がお買い得に、まあ、購入できる、もっと言うとキャッシュバックってニコンダイレクト限定ではないので、いわゆる販売店ですね、量販店、ヨドバシとかマップカメラとかで購入して、必要書類が揃っていればキャッシュバック2万円をさらに受けるということはできます。ただ最近はニコンダイレクトも結構商売機を出してきましてですね、購入時に、次回使えるクーポンコードですね、発行されます。つまりは同じニコンダイレクトで購入する前提なんですけど、量販店とまあほぼほぼ、出ていくお金はニコンダイレクトの方が大きいけども、クーポンとしてキャッシュバックも含めて返ってくるよっていうところで、まあトントンの値段にしますよっていうのはニコンダイレクトも最近実施しています。ここまではいいじゃないですか。まあ言うてもね、 ZF もそこそこ期間経つし、もうみんなの手元に行き渡ってる感もあるし、評判もいいし、まあわかると。で、180-600もわかると。Z6-3 ですよね。Z6 の3型4万円。でかっていうところと、まず金額がでかい。っていうところと、ボディ単体ではなくて24-120も含めて両方が対象になっているというところを含めて、これは購入を迷ってた方とか、購入をまあ検討していた方からすると、もうまたとないチャンスですよね。お得にゲットできる、最高や、やった、ニコンさんありがとう、 Z6-3 で私も何やったっけ、ニコンのクリエイターズとして応援キャンペーンに乗っていろいろ写真と動画撮りますわっていう、それはそれでいいんです、よかったねなんですけど、いやいや、ぶっちゃけた話、発売直後に買うた人どう思ったええのんっていうのが一つのポイントですよね。はい、皆さんここで荒れないでくださいね、荒れないでください、もううーんって静かに感情を収めてください。もう荒れてはいけません。Z6 の3型はまずですよ、いいカメラであることは大前提の話です。で、中にはね、やっぱりそのまあ金額、今回キャッシュバックの話が話題やけども、やっぱこの3ヶ月4ヶ月でもニコンイメージングクラウドとかフレキシブルカラーピクチャーコントロール含めて、
一夏楽しく過ごせたっていうことを、まあ、4万円で買ったと思ったらいい思い出ですっていう人もいらっしゃれば、やっぱり納得いかないっていう方もいらっしゃるので、ここはもう人によって分かれてくると思うんですよ。なので Z6 の3型がまず、金額をちょっと置いといたら、カメラとしてはいいカメラであるっていうのは大前提であると、まあ、これはまあ皆さん認識が一致してると思うんです。 Z6 の3型はいいカメラである。やっとこさ、オールラウンダーというキャッチコピーで出てきて、ただ Z6 初期型、 Z6 の2型もほぼスチルでしか使われておらず、まあムービーで使おうと思っても誰がムービーで使うねんであったりとか、ムービー使う時にもうごちゃごちゃといろいろアクセサリーつけてわざわざ Z6 の2型で撮る必要がないわって言われてた、しかもオートフォーカスどないなんって言われてた時代、ムービーとしてはねっていうところがあったので、特に騒がれてなかったんですけど、 Z6 の3型になって、オールラウンダーとして本当にスチル、ムービーどちらにも強い、まあ、カメラとなって、もっと言うとフレキシブルカラーピクチャーコントロールのような表現力を重視した、機能っていうものも搭載してですね、まあ、本当にオールラウンダーというキャッチコピーに、ふさわしいカメラとして登場してきていると。でそこで、まあムービーは使わないとかいろいろあったりするんですけど、まあどっちかっていうとカメラとしてはすごくいいのは大前提。ただ金額としては40万超えやったんですね、ニコンダイレクト価格として。中級機で40万ですかっていう、ちょっと昔の高画素機レベルですやんっていう感覚になってしまっているというのが、まあこのね話がわちゃわちゃとしている要因なのかなというところがまずございます。で私自身ね、Z6 の3型、まあいろいろな視点からですね数多くの動画を投稿しております。なので、まあ、Z6 のね3型の徹底解説であったりとか、Z6 の3型の完全メニューガイド、設定メニューをすべて開いてですね、もう1時間尺ぐらいでお話している話すマニュアル、喋るマニュアルとして聞いて学べる音声マニュアルであったりとか、あとは実機で語る完全ガイド、 Z6 の3型の何がいいのかっていうところであったりとか、あとは Z6 の3型を実際ね、作例で語るカメラの魅力っていうところで、いろいろお話しさせていただいたりとか、スナップ撮影に用いた時とか、ポートレート撮影でね Z8-9 を利用されてる方、あとは ZF か利用されてる方はもう瞳 AF の、安定感、 Xpeed 7世代目の安定感であったりとか、あとは画面を縦に向けた時のね、あの撮影の画面のメニューの表示が縦向くとかですね、そういったものの、良さっていうのはご存知なのかなっていうところがあるんですけど、 Z6 の3型で初めて Xpeed 7世代目に触れるっていう方もいらっしゃるんですね。なのでそういった時にやっぱいいカメラだよねっていうところと、で正直どうなの Z6 の3型の総合レビューというところのお話であったりとか、こういったところをいろいろお伝えさせていただいているというのがあります。なので Z6 の3型そのものはすごく注目されているし、いいカメラであるというまず大前提という名の保険を置いときますねまず、いいカメラですよというフォローはしておきました。ではここからいきましょう。さあみんなさん肩温まってきましたね。こうドラフト会議の後やけどね、こう肩温まってきたなというところがありますが、皆さんの違和感はこれですよね。 Z6 の3型早ないキャッシュバックも入ってもたんえっていうところですよね。まあ今の状況はどういったところか、もちろんね、あのメーカーさんのマーケティング部がね、まあ立案して社内承認を得てきっと一悶着あったでしょう。Z6 の3型今キャッシュバックに入れたらざわつかんかと、もうそらニコンの人たちもねその辺すごく、敏感やと思うし、キャッチされてると思うので、まあ社内でいろいろあったと思うんですが、それでもやっぱり承認を受けて、よし今回のキャッシュバックの目玉でいこうという形でね、リリースされている、プレスなので、私たちがまあ正直もうとやかく言うものではないです、その値段で出してきた、その値段でキャッシュバックするんだ3ヶ月半後に、ほうふんへーっていう風に受け取るしかないものではあります。別にこれはニコンに限ったことではなくて、別のカメラメーカーであったり、別の、ガジェットメーカーなんかでもよくある、もっと言うとユニクロさんとかでもよくあって、みんながよく広告が届いてきてプッシュ通知で、うわ前買うた服が1900円オフなっとるとかね、なんかそういう感覚に近いんじゃないのかなというところがあるんですけども、まあこれは、大前提なんですけども、ニコンのキャッシュバック対象に、まあまあね、7月12日
やから、この動画今収録がキャッシュバックスタートのタイミングに合わせて撮ってるんですよ。なので10月25日かな、なのでまあ3ヶ月と13日です。4ヶ月経ってません。ざっくり3ヶ月半後に、Z6、 あ、これ2になってるな、あと1本 I を入れとかなあかんな。 Z6 の3型が、2020年10月25日のキャッシュバックキャンペーンに含まれたというところに戸惑いの声が上がってると。で、特に金額の部分ですよね。ここがまあ話題の中心になってるんですけど、発売から3ヶ月半後ぐらいに、まあ言うたら43万のカメラに対して4万円、まあ、ざっくり 10% オフぐらいじゃないですか、のキャッシュバック金額が出たと。まあ、4万円って聞いて、まあ、人の金銭感覚ってのはそれぞれですし、お財布事情が様々なんですけど、私の金銭感覚で4万円ってでかいんですよ。やっぱり4万円稼ぐのってすごく大変やし、4万円あればね、それこそちょっとめちゃくちゃケトル変えたり、普通に炊飯器入れ替えれたりね、するっていうところがあるので、家電で考えると4万円って結構ええもん買えるでっていうところがあったりします。まあ高級なオーブンレンジは無理かもしれんけど、普通にオーブントースターぐらいやったら2つ3つ買えたりするね、金額やったりもするので、4万円っていうのは決して安い金額ではないですといったところで、このニコンダイレクトでもう Z6 の3型が今ね、まあ人気だからか予約中という表現にはなってますけども、4万円キャッシュバック43万5600円に対して、ここですね、注目はクーポン対象商品2万1000円の次回お買い上げクーポンがついている。で、4万円、つまりは4万円のキャッシュバックと2万1000円のクーポン、まあ6万1000円分ぐらいが、まあまあ間接的に一時的にお金払うけども、4万返ってきて2万円クーポンで、まあ付きなんていうの、つけてくれるという感じになります。つまりはちょっと価格の話をしましょうというステップなんですけども、具体的な金額で見ていきましょう。43万5600円、ニコンダイレクト価格で、もう今回は量販店あっちが安いこっちが安いっていうともうキリないので、基準にニコンダイレクトを置いてます。ニコンダイレクト価格43万5600円の Z6 の3型に対して、次回ニコンダイレクトで利用可能なクーポンが2万1000円分ついてますね。はい。で、ここにキャッシュバック4万円が入ると、37万4600円という形になります。で、ニコンダイレクトはポイントです。使用期限があるので、まあ、1年後とかにあるので、その1年以内に2万円使ってレンズ買ったりとか、メモリーカード買ったりとかね、そういうのしてもらったらいいなと思うんですけども、オールラウンダーとして位置づけられている中級機の Z6 の3型がキャッシュバック含めて40万円はするんだっていうのはもう時代があるので、そこは置いとってください。ただ3ヶ月半っていう利用期限に対して4万円が購入者様、すでに購入されている方が引っかかる要因になっているのは事実でもあるというところで、ここでね、私が気になったのが、そのドル建てって言ったらね、表現があれやけども、あくまでニコン公式が説明しているわけではなく、私の予想です。私の今回のこの4万円のざわつきの、まあ、要因はここなんだろうなって勝手に仮説を立てています。そうじゃないと感情落ち着かんからね。私のあくまで予想です。これはニコンさんが言ってることじゃないから、あくまで私の予想です。ジマさんはそう思ってんねやぐらいにとってください。Z6 の3型は、米国ではですね、$2,499です。あと、まあ、95銭とかね、ちっちゃいちょんが入ってるけど、$2,499です。つまり、Z6 の3型が登場した7月あたりは、覚えてますか皆さん、物価高騰言うて。円高に多少触れて物価落ち着いたとしても、全然値段下がらんけどね。7月あたりかな、Z6 の3型が登場した7月あたりは、まあ160円ぐらいでしたね。もう私が生まれてきて一番の円安の時代なんですけども、10月というのは今ですよね、10月25のキャッシュバックのタイミングでは、まあ、新政権の戸惑いであったりとかね、まあ〇〇ショックっていうね表現がされてたとりとか、米国のね雇用統計のあたりであったりとか、あとは日米金利差の縮小とか、あ、一時期バーンって落ちたじゃないですか。うわ、もう日本経済どうなっとん、こんなに波乱でっていう、為替こんなに動くのみたいな、今までの日本やったら考えられんなぐらいになっているような状態で、まあいろいろ140円近くまで一回落ちて、今151円ぐらいまで戻ってきてんのかなっていうところで、私たちが日常買い物で使う通貨
日本円、ジャパン円はですね、まあ、過去数十年私が生きてきた中でも本当に不安定な状態。よく小学校の時、円は100円ぐらいやと思っとき、ドルは100円ぐらいやって覚えとき、はい計算してみましょうみたいなのが授業であったと思うんですけど、今100円110円で計算しとったら、いや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 大変やでっていう話になります。もう160円とかのね視点になっているので、ここかなって思ってます。要因を考えてみる。このセクションでは電卓を取り出しました2499ドルに対して、まあ、ざっくり今160円ぐらいだったんですけど、あのまままだ上がるという仮定であれば、まあ、ざっくり200と160の間ぐらい取って、まあ175から180ぐらいで、まあ、概算叩き出したとしたら、2499ドルに対して175で437,325円、437,000円、何倍だったっけ、435,000円、まあざっくり合ってるかなって思うので、175円ぐらいで計算してたんかなと。それに対して2499ドル、まあドル自体は変わってないので、2499ドルに150円、今ですね、150円を当てると、150、今100、もうちょっと円安ですね、151、2円になってますけど、374,850円になるんですね。同じですよ、同じ2499ドルやけど、私たちが使ってる日本円の影響によって勝手に6万円ぐらい差が出てるんですね。で、150円で計算した374,850円っていう数字は、まあ、ぴったり同じってわけではないんですけども、どっかに出してなかったっけ、あ、載ってない、なんか38万ぐらいになるって話してなかったかな。435,000に2万円、あ、これ374,600円ですよね。まあぴったり一緒ってわけではないです。374,600円ぐらいになるんやなと。まあ850円で誤差っちゃ誤差なので、まあざっくり150円ぐらいで計算した時の、まあ着地点をキャッシュバックで言うたら、キャッシュバックで調整かけはったかなっていう。で、今回キャッシュバック期間やたら長ないですか、年明けよると。これオータムキャンペーン言うてるけど、オータムウィンターキャンペーンじゃねっていうこれが終わった後にもう一回ウィンター打つかっていうと、おそらくスプリングキャンペーンが来ると思うんですよ。で、今回期間もやたら長いし、なんか今回のキャッシュバックは Z6 の3型に限ってはですよ、なんか価格調整感があるなって私は思っています。あくまで予想です。これはニコンさん公式が言ってるわけではないです。私が勝手に電卓叩いて、ほほーん、こうかな、私が内部の人間やったらこう思うな、というあくまで仮説です。なので、信じないでくださいね、信じないでくださいねっていうのも変やけど、私はそう思ってるよという感じです。なので、Z6 の3型が7月ぐらいでしたっけ、発売当時っていうのは為替が160円前後ぐらいで、まあ政権交代によって、まあたまたま140円側の円高に、触れましたけど、あのまま政権が、別側に、移っていればですね、まあおそらくいろんな影響もあって200円時代も視野に入ってたと思います。で、200円時代を視野に入れてた人も多くて、逆にバッコーンって為替介入はあったのなかったの、それとも政権が変わっただけでこんなに日本の、円高に触れんの、みたいなところがあって、結構みんなね投げ売りされたタイミングでもあったので、まあ視野に入れていたとすればですよ、動きとしてね、175円でまあ2499ドルをかけてたっていうのは、まあ違和感はないというか妥当かな。だってもっと言うと、160円から140円、150円に円高に触れたから今回ってなってるけど、160円から180円、200円っていう風に、さらに円安があの時から言うたら1ヶ月ぐらい前でしたっけ、から円安に触れてると、多分答え変わってたんですよ。175とかで2499ドルかけてる Z6 の3型が言うたら43万円ぐらいやけど、ほんま50万ぐらいしてもおかしくなかったカメラだと思うんです。つまりは2499ドルで昔100円ぐらいで買えてた時代やったら、まあ24万5万ぐらいで Z6 の3型買えてたと。そうでしょ、中級機って25、6万で買えてた、てか20万前後ぐらいで買えてた記憶ありません？それが100円から200円になっとるから、シンプルに2倍で50万すると、 Z6 の3型が。そんな時代を、まあ言うたらリスク管理の一つとして、まあ値付け価格担当の方なんかは、まあ意識されてたとは思います。
なので、まあ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 頭では理解できると。なので私自身も頭では理解できるんですよね。まあこの動き、まあこの辺からですよね。22年ぐらいから急になんか110円、円イコール100円110円っていう計算の中、まあね、缶ジュースが110円120円とかで買えてた時代から、どん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 22年から急にボコーンってきてね、で、バーンと、まあ、為替介入があって落ち着いたとはいえ、もう23年24年にはバン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 円安止まらへんと。為替介入したとて、もう世界から、日本の為替介入なんて大したことないから、もう日本買え買え、日本安い安い、ジャパン安いジャパン安いってなって、国外から見てもどうしたジャパンみたいな、バーゲンセールジャパンと、お口ぶれていく日本みたいな感じで、私たち日本側からすると、なんか住みにくなったな最近の日本はって感じ。なんかもう昔の良き古き良き日本、美しい国日本はどこ行ったんやっていう感じがね、正直する感じなんですけども、まあここで160円から一回バーンと落ちて150に来てますけど、このまま右肩上がり、あんまり嬉しい右肩上がりちゃうけど、ふわーんって200に行ってた世界線もあったなというふうには考えます。なので、まあまあまあ感情的にはちょっと理解できないけども、だから腑に落ちないけども、まあ頭では理解ができるのかなとは思うところが、今回の Z6 の3型の私なりの落としどころです。でこれがですよ、もう一つ言うのは、感情的なところで言うと早いんですっていうねこれですよね。 Z6 の3型がじゃあ ZF と同じように、じゃあ半年後とか1年後とかであれば、おそらくまあキャッシュバック4万でかいなーみたいな話で、はっはー言うて笑ってたと思うんですよ。まあ笑ってないかもしれんけど、ただ期間が3ヶ月半やから、3ヶ月半で4万円も値下がりすんのっていう違和感がすごく戸惑う要因にもなっていると。でこのあたりが SNS でも注目されている、話題になったんだなというところがありますよと。でこれが次どういった影響があるのかなんですが、過去のまあキャッシュバックキャンペーンとかではですね、比較的まあ次の製品キャッシュバックに追加されるのはまだかなとか、このカメラレンズが対象に加わることを待ってたりとかね、あとは人気なカメラとかレンズっていうものは、まあ数年経過しても今回高倍率ズームとか入ってなかったですよね、多分見てたけど、 DX の18-140とか入ってたけど、フルサイズ対応高倍率ズームとか入ってなかったと思うし、2470の28とかも入ってなかったと思うので、時折入ってないレンズもあるんですよ。なので数年経過してるけどキャッシュバック対象に加わっていないレンズも多かったりします。なのでちょっとなんか私もどういうラインナップっていうのは読めなかったりするんですけども、Z6 の3型の早期キャッシュバック対象の追加、今回のね追加っていうのは、今後どういった影響があるかというと、そういうセクションよね、そうやね、どういった影響があるかというと、まあ、今後新製品が登場した時に私たち購入者側が警戒しちゃうよニコンさんっていう。だって登場して3ヶ月半後に 10% オフになるのであれば、まあ急いで買う必要はないのかなと。それこそまあ Z8 とかでもね、購入した直後に私自身も対象でしたけど、ストラップ部であるとかね、そういったところの問題というと大きな話になっちゃいますけども、ちょっと気になるね初期ロットの話があったりもしましたので、ちょっと購入を先送りというか、初期ロットは見守る組が出てきてもおかしくないかなと思いました。でどういった影響があるのはそれだけではなくて、私たちのカメラレンズの買い方にも影響が出てくるなと思います。もともとここまでの数年間が買い物としてちょっと異常やった感はありますよね、カメラレンズに対して。新しい新製品出てこんなに供給不足で、予約が大量で生産が追いついてません、生産頑張ってよっていうところもあるし、前は発売された直後半年1年経てば 10%20% オフ下がるって結構ザラにあったんですよ、ニコンでもね。全然私自身もそういったタイミングでレフ機よく購入していたので、まあ値下がりするのを待ってたっていうところがあるんですけど、最近は新しく登場したカメラレンズが
値下がりする見込みがないっていうか、値下がりする前にもうそもそも在庫ないっていうね状況なので、まあ、これがまあ感染症の関係なのか、サプライチェーンの乱れなのか、メーカー側の供給をたくさん用意して在庫いっぱい作って在庫ダブついて値下げするぐらいやったら、もう供給が常に間に合ってない前提で、本当最適化した、生産数っていうもので、まあ私たちが在庫リスク抱えないようにしようねっていうメーカーの動きがあるかもしれないです。これはニコンに限らずどのメーカーもなので何とも言えないですし、まあパソコンなんかガジェット系もそうなんですけど、まあまあそういった動きがあるよねというものがあるので、まあ数年前は今思うとですよ、カメラレンズが登場すると、まあ、新しいもの好きな方が購入されているっていう印象はやっぱりあったんですよね。なんか近所のカメラ好きのお兄さんが新しいカメラ出たら真っ先に買うて、で、あ、いいですね、僕も買いたいですわ言うて半年後1年後に購入した、頑張って購入したんですお兄さん見て言うたら、あ、まだそのカメラ使ってんの、わし次なソニーのやつに映ってん、富士に映ってん、お兄さんなんでそんなカメラいっぱい買ってんのみたいな、使ってない、買うのがロマンやみたいな、ようわからんことのねいう話があったりしますが、まあそういった新しいもの好きな方が、まあ、購入されるのかなっていうところがあったので、まあ 10%20% の値下がりっていうのは前の買い物のやり方であればまあよくあったかなというところもあります。まあ今はね、もうサプライチェーンの乱れもあって新製品が供給できてないし、それを良きことにもうサプライチェーンが落ち着こうが、まあそんなに在庫をダブつかせるような生産の計画はあんまりどのメーカーも立ててないかなっていうところがありますよね。まあそれこそバイクとか車のパーツもそうやってよく話はね聞きますけど、車そのものはあるけどパーツがないっていうね話がね聞いたりしますが、なんていうかな、こうなってくると供給ですね、まあ言うたら在庫ですよね、カメラ作る側に対して私たち買いたい側、需要欲しいよっていう方が基本も溢れ続けて、まあ言うたら列、行列ができてる状態ですよね。販売店の受け渡しの窓口に私がこう並んで、在庫足りるかな、え、前の人で売り切れとかないよなみたいな感じ、なんか人気のスイーツ店で、あの前のおっちゃん50個入りとか買い寄ったでちょっとやめてやみたいな、後ろの人の分考えてよみたいな、なんかあんな感覚になるのかなっていうところがあったりと。でこうなってくると思い出しますね、10ヶ月待ちとか半年待ちとか4ヶ月待ちからの2ヶ月伸びて半年待ちとか結構ありましたね。今思うと私自身もそれでいろいろね、カメラ待っとられへんわって、そのお金があるんやったら別のところに回すわっていうね、話があったりとか、して、まあ、想定を超える予約により供給が遅れる可能性がある、で結果早めに購入できた人が転売するっていうのも、まあニコンはあんまなかったけど、どっちかっていうとニコンは Z50 とかが、国外組に購入されて転売されて、円安を背景に向こうでバラ売りされて日本から在庫が一掃しなくなったっていうね話がありますけど、転売はどっちかっていうと富士フイルムとかの方が強かったかなっていう動きが、まあちょっといびつな商売の形に落ち着いてしまったところがあるなというふうに思います。ただちょっと状況も外的要因として変わってきて、まあ内的要因も変わってきてはいるんですけど、カメラとかレンズの生産も言うたら、まあ感染症のところサプライチェーンも一部日本に戻すってね、まあ話を出してるメーカーさんも多いですし、円安で国外で作るより日本で作った方が安いやんってなってしまってる手前ですね。まあ一部は国内の工場に戻そうかと、メイドインジャパン戻そうぜっていうところがね、まああったりするので、まあまあ供給も安定するっていうところと、もう一つ内部的な要因で言うと、私たちニコンユーザーからするともう Z98F63型というエクスピード7世代目のカメラが4つ出てるんですよね。なので Z98F63型のどれかを持っている方からすると、急ぎ購入する必要があるカメラって正直もうあんまりないと私は思ってるんです。これがフラグシップ機として Z9 の2型で、 Xpeed
8世代目次の画像処理エンジンの世代に移ったであれば、まためちゃくちゃ売れると思います。みんな、え、 Z9 よりもさらに向こうへ、アンストッパブルは次どうなんのっていうところがあるので、まあフラグシップ機の次の世代っていうのは絶対めちゃくちゃ売れるとは思います。ってなってくると、まあ機能面で買い替える必要っていうのは XP の7世代目据え置きであれば正直あんまりなくなってくるんですよね。言い方変えると、私たち買う側が急がされる理由が弱まっているっていう事実もあると私は思ってるんです。だってもう XP 道7世代目で Z98F6 の3型どれか持っとって、次出たカメラがもしかしたらまた為替のね、この振り幅で 10% ぐらい3ヶ月後に安なるかもしれへんのやったら、もう待っといて 10% ぐらいオフなった時に、まあ欲しいから買おうかぐらいでええんちゃん、その間 ZF で撮っとくわとか、Z8 で撮っとくわとか、そういう話にならざるを得ないなっていうふうに思います。だって自分の大切な身銭切って買うものやからね。ただレンズはちょっと別かなって。レンズはやっぱそのレンズじゃないと撮れない世界とか、そのレンズだからこその、まあ、コンセプトか、まあ、世界観みたいなものがあるので、まあ35の明るいやつ 1.2S ラインカッコ仮とかね、85の14出るか分かんないですよカッコ仮とか、そういったレンズはやっぱり欲しい人はもうそのレンズでしか得れない表現があるので、まあ購入されるんじゃないのかなと。逆に超望遠とかはまあ出たとて求めていく人は 600mm の F4、 400mm の 2.8 の TCVRS があるし、携帯性求めていくと100、400とか400の 4.5 があるし、バランス取っていくと800の63とか600の63とかがね、あったりするので、まあ、超望遠はここで一発バーンと出したとしても180、600もあるし、あんまり空いてる席はないと。まあ、超広角は逆にニッコール Z の 20の 18S よりも広いものがあるのであれば、それはまあ求められるかなというところがあるので、レンズもまあ冷静になるタイミングなのかなと。でもう一つ、じゃあどうなるか、買える時に必要な機材を買うことはやっぱ大事だよねっていう話です。なのでまあ4万円安くなって、私たちのこの乱された感情はどうするのよと、もうそわそわしてしゃあないわと、なんか引っかかるわっていうねふうには思うんですが、やっぱりそこで気にしなくちゃいけないのは、その瞬間そのカメラで撮れる状況っていうのは一期一会というか取り戻せないものになりますので、やっぱり買える時に必要な機材を買っておくのは大事だなってのは思います。もちろん4万円のキャッシュバックが Z6 の3型で3ヶ月半後になったっていうのは、正直今までのキャッシュバックの動き見とっても驚いたところはあるんですけど、やっぱりね、ニコンさんがどうのこうのではなくて、まあわからないですよ、あくまで私の予想なんですけど、これはあくまで個人的に円高に触れたからだなって思ってます。逆にですよ、これが円安でまた160円とか175円とかにここ1、2ヶ月でなって、オータムキャンペーンが年明けまであるでしょうっていうところを考えると、私らが年末年始円180円とかの時代も可能性としてはあるんですよ。180円、まあ、200円はさすがに日本政府もね、あの日銀側も為替介入するする言うやろうけど、まあ、言うたとて国外から相手されてないからね、もう今。なのでもう180円とかを考えるとかなり安い。Z6 の3型がね。150円時代やから高い買い物になっちゃったけど、180円時代やったら安い買い物になる。もうここはもう相対的に動くものなので評価が。なんとも言えないところなので、もうこれはね、やっぱりもうその瞬間にカメラが必要なのであれば、もう買うしかないのがレンズにも言えることなのかな。なので欲しい時が買い時やでっていうのは一周回ってほんまやなって思いました。ああよく言うけど欲しい時が買い時やでって。でも今は為替が不安定やから欲しい時に買えるんやったら買っときっていうのはちょっと意味合い変わってくるけど真実だなというふうには、思ってます。なのでもし、180円200円時代もしもの話ばっかりで申し訳ないけど180円200円っていう時代になれば、もしかしたら Z6 の3型が
予定を超えるご注文で4万円キャッシュバック終了です、ありえますよね。予告なくキャンペーンを終了することもありえるのはビジネス上よくあることなので、4万円キャッシュバック終了ですとか、もっと言うと、来月から Z6 の3型48万円にしますとか、43万でも高いようでの48万、50万、みたいな話になってくるっていうのはおかしくないです。だって200円に近づいていくんやったら、2499ドルが200円時代計算でざっくり50万っていうのは49万9800円とかおかしくないですよね。価格改定っていうのもあり得るし、その時は Z8 がプラス10万ぐらいで70万ぐらいで、 Z8 がプラス10万ぐらいで90万ぐらい、でもそれでも安いんか。EOS R1 とか Alpha1 とかがもうほんま希望小売価格はメーカー価格100万円超えてるからね。そう考えるとニコンのフラグシップって、まあ言うてもまだ100万いってないので、まあ、安いとは思うんですが、なんかもう変な感覚やね、こうなってくるとカメラレンズって。高い買い物なのか、それとも円安がひどいのか、ひどい言うとあかんけど、進みすぎなのかっていうところがちょっとね気になっちゃうなというところがあります。なのでまあいろいろ考えていくとね、感情的には高値掴み感があったのは引っかかってはしまいます。今その150円時代やからね。逆を言うと、ここから180円200円に円安進めば高値掴みではなくなるし、さらに130円120円110円時代に戻っていけば、当時160円時代に登場した Z6 の3型はちょっと時代に泣かされたカメラだなっていう風に思ってしまう。まあこれは本当に私たちの使う通貨が円がかなり不安定なことが正直要因だなって思います。なのでここまで私たちの生活がカメラに限らず物価高騰を含めてですよ、乱されているっていうところの方に私は憤りを感じています。なのでカメラがどうのこうのっていうよりか、もう円安定せいやみたいなところが正直あります。まあね、為替ってそういうもんなんかもしれないし、逆に今まで日本がねマイナス金利で安定し続けてきた方がおかしかったんかもしれないですけどね、世界の動き的には。なのでまああんまりこの話は掘り下げない方がいいんですけども、円安が進んで200円時代があったんかもしれないっていうことを想定して、不安へのリスクヘッジとしてですね、160円時代で150円140円に今回は円高に触れたから気になってしまったけど、160円時代から180円200円時代を見越したリスクヘッジとして160円時代に Z6 の3型を発売直後に購入していたっていうのは、まあ、価値ある買い物だったと私は、思ってます。つまり円が200円時代とかになって価格改定の可能性とか、まあ、需要が集中して供給が間に合わなかった時への金額を、リスクを考えると、4万円でニコンさんに捕まされたもんなのか、ニコンさんに、まあ、推し活としてお支払いしたものなのかっていうところは、もう人の財布事情というか感情によるんじゃないのかなというところです。なのでまあどっちかっていうとね、その左脳的なところでは不運なんですけど、右脳的なところでは、納得できないなっていうのが正直なねところですよね。あとはまあ使ってる人だけの特権にはなりますけども、ニコンイメージングクラウドとかね、あとは最近やったらプッシュしてるフレキシブルカラーピクチャーコントロール、あと違和感あるのは Z6 の3型なんかやたらプッシュしてない。もちろん Z8 とか Z9 もプッシュしてましたし、 ZF も ZFC もプッシュしてましたけど、なんかプッシュの理由が違う気がするっていうなんかなんとなくですよ、今までニコン製品を見ててね、なんとなく違和感を感じる。なのでまあフレキシブルカラーピクチャーコントロールを含めてですけど、独占的に利用できる、これももっと早く広げたらいいのにね、他のカメラメーカーに、ね、カメラにね、 Z6 の3型売れになるんかな、そしたら Z7-2 とか Z8、Z9 にフレキシブルカラーピクチャーコントロールバーン入れちゃうと Z6 の3型売れになるんかなとかね、なんかいろいろ考えちゃうところがあるんですけども、何よりカメラとかレンズっていうのは、まあ、長く使うものになりますので、可能な限り早く購入して使い倒すことはとても大事だと思います。当たり前なんですけど、やっぱカメラレンズってその場その瞬間に持っていないと撮れないものなので、写真はね、まあ、スマホで撮れるやんって言われたら、まあそりゃそうですけどになっちゃうんですけどね。まあ、可能な限り必要な機材は購入できるタイミングで購入して使い倒す、これが一番じゃないのかなというふうに思います。
あとはまあ後継機が登場したタイミングでね、まあ下取りなんかでも出して入れ替えて差分だけお金払うことができるので、まあ早めに買って使い倒してもう開き直ってね、Z6 の3型を使い倒すっていうのも十分ありだと思います。でそうこう言ってる間に Z6 の3型がね、ニコンイメージングジャパン公式チャンネルのヘッダーになってた。まあ一番最新製品やからそりゃそうでしょって言われたらそうかもしれないんですけど、すごくねフレキシブカラーピクチャーコントロールとか Z6 の3型とかね、このあたりにすごく広告予算を出してるなーっていう感じはするので、で今回ね12月のイベントで携わらせていただくのもやっぱ Z6 の3型フレキシブルカラーピクチャーコントロールのプッシュっていうところもありますので、まあ今すごくこのキャッシュバックキャンペーンを含めてどん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  Z6 の3型をみんなにオールラウンダーの、まあ、中級機のフルサイズとして浸透させたいんだろうなっていう動きが汲み取れるところがありますと。なんやかんや40分ぐらい話してきました。でここで皆さんはどう思いますかという問いかけなんですけども、まあ私が思ってたことはこの動画でテーブルの上に出させていただきました。本当にここまでねご視聴いただいてありがたいと思うんですけど、今回のキャッシュバック対象に Z6 の3型が4万円対象になったことは、まあ良し悪しは断言しないです。そうなんですねという事実を受け止めるだけなんですけど、あくまでこういったことがあったよねという話です。でもう一つ言いたいのは、まだ言うかですけど、なんとなくタイミング的にお茶を濁すわけではないんですけど、たまたまかもしれないですよ、ジマさんが疑いすぎやって言われるかもしれないんですけど、ニコンがね Z6 の3型をキャッシュバック対象に加えたと同日に保証期間1年延長サービスを出していることもなんとなく複雑な心境なんです。これがキャッシュバックです、 Z6 の3型4万ですドーンって出してれば、それだけが注目されててザワザワザワってなってたところに同タイミングでちょっとごちゃっと濁す感じで、なんか今回1年延長されるらしいでっていうちょっと注意をそらすみたいなね感覚の動きも見え隠れしてるなーっていうところもあって、で実際私自身も先日ねこの1年キャンペーンっていうのは、延長1年っていうのはどんなもんなんだろうっていうのをお伝えさせていただいた、まあ記事とね YouTube 動画というものを投稿しておりますので、まあそういった総合的な視点で Z6 の3型であったりとかね、今回の動きというのね、これ1年間ね延長してくれるってやつ、遡ってですね、購入日から遡って、1年間延長、私だから Z8 言うたら3年の夏ぐらいに買ってるんですよ、5、6月ぐらいに買ってて、言うたら24年今年の夏6月初夏ぐらいに言うたら1年のサポート切れてるんですよ。でもそこにプラス1年で来年の夏ぐらいまでは Z8 なんかも、1年延長入って、さらにプラス1年延長入ってるのでっていうところがあって、おええやんっていう風になんか神経持っていかれてるねところがあったりしますので、今回の Z6 の3型のキャッシュバックキャンペーンを皆さんがどう思うかについてコメントいただけたらなと。今回の内容はですね、 Z6 の3型を購入している方と購入を検討していた方、まあいわゆるまだ買ってないけど欲しいなと思っている方によって、多分答えとか受け取り方って変わってくるんですね。なのでまあそのあーだこうだっていうよりか、私は今回のキャッシュバックキャンペーンの Z6 の3型3ヶ月半で4万円の、対象になったことに対してこう思うみたいな、よしは足とかこうだみたいな強いんじゃなくて、私はこう思った、今回の動画の私のように私はこう思ったぐらいの温度感で、ぜひこの動画のコメント欄を埋めていただけると、私自身も静かにいいねっていうものを押していきますので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日は毎日更新でお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録でお願いいたしますと。あとは写真集ですね、自慢チューブセレクト作っております。こちらね72ページ80カット72ページ90カットの写真集作っておりますので、概要欄にリンク貼っております。ぜひね購入検討される方はチェックしていただけると嬉しいです。あとは、オンラインサロンですね、自慢チューブコミュニティも運営しておりますので、日頃の SNS での、非公開のねグループでの交流と、月1回のフィードバックの写真に対する好評の場、あとは、半年に1回の写真展示の合同写真展という動きを続けていく
写真撮影を続けていく、モチベーション維持していく、コミュニティ、オンラインサロン、ジマチューブコミュニティを運営しておりますので、興味ある方はご参加いただけると嬉しいです。また次の動画で皆さんの Z63 型に対する印象をコメントで残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録お願いしますね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。